ざっくりわかるサイバー犯罪、フィッシング編。ざっくりしていってね。メールかな。なんだこれ。わからないけど、とりあえず確認するか。ID とパスワードを入れて。ログインと。かかったな。これは俺の手口だ。俺は実際にある企業等を語ったメールを送りつけ、お前のように引っかかったやつから情報を盗み出すんだ。盗み出した情報を使えば、お前になりすまして銀行口座からお金を盗み出すのだってわけないぞ。ちょっと待った。そんな風にならないために気をつけてほしいことは、一つ。URL を開かない。俺からの忠告だ。フィッシングメールでは実際の企業を語って送られてくるんだ。聞いたことのある企業だからといって油断するなよ。二つ、本物のウェブサイトはブックマークしておく。俺が作った偽のサイトは普通に見ても本物そっくりで見分けはつかないぞ。サービスを利用するときはブックマークからアクセスするんだぞ。もし不審なサイトで個人情報を入力してしまったときは、最寄りの警察に相談してください。